はい、こんにちは。健やかマスターの松岡です。今日は健康教室第16弾になります。骨粗鬆症についてね、お話ししてすごい言いにくいんですけどね、お話ししていきます。これね、骨粗鬆症ね、聞いたことない方もいるかもしれないんですが、実はね、とっても身近な病気なんですよね。女性の60代以上の方の3人に1人は骨粗鬆症に、ね、何らかの関わりがあるなんて言われてるぐらいの病気なんですね。骨がね、脆くなってしまう病気なんですけど、気づきにくいことがね、すごくありますので、ぜひね、今日一緒に勉強していただいて予防していただけたらなと思いますので、よろしくお願いします。ではね、こちらね、まずは骨の病気なので、骨について少しだけ勉強していきたいと思います。骨ね、人間のこの骨は約、ね、206本あると言われています。乳児の小さいお子さんはね、350本ぐらいだと言われてるんですけど、これはね、骨もね、成長段階にあるんですよね。成長していくにつれて骨がつながって、成人になると206本ぐらいになるよっていうふうに言われております。そして骨の働きです。骨の、ね、働きっていうと、まず思いつくのが体を支えてくれるっていうのが骨の働きなんですけど、それ以外にもね、3つあります。内臓を守ったり、血液を作ったりもしてくれてます。そしてこの3つ目がね、あんまり知られてないんですけど、カルシウムなどをね、貯めておく貯蔵庫としての働きもあるんですね。そして骨は代謝が行われてます。新陳代謝って聞いたことありますかね。皮膚とかもね、この新陳代謝行われてるんですけど、約ね、この皮膚が生まれ変わってくるのに28日だと言われてます。そしてね、骨もそのように新陳代謝が同じように行われておりまして、それを骨代謝と言います。ね、この骨代謝をね、どんな風にやってるかっていうのがこちらの表になります。骨代謝、骨吸収と骨形成をして、この骨代謝が行われてるんですが、骨吸収というのがちょっと難しいんですけど、破骨細胞というのが働いております。働いてて、古くなった骨を溶かして、このカルシウムをね、血液中に放出しております。そしてこっちのね、骨形成で骨芽細胞というのが、この壊れた骨を修復してくれるんですよね。これを一定の密度を保ちながら、ぐる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 と回して、骨を新しいものに変えていくんですね。これね、1本作るのに約3ヶ月かかると言われてます。もう体全体の骨となると3年もかかるって言われてるんですよ ね。骨ってなんか1回できたらもうそのままっていう気もするんですが、実はね、こうやって骨代謝が行われてるんですよね。このようにね、この骨のところはここで終わりです。ここからは骨粗鬆症に入っていきます。骨粗鬆症とは、骨の、ね、強度が低下して骨折しやすくなる骨の、ね、病気なんですね。もう骨粗鬆って書くんですけど、実は、ね、病気なんです。もうね、例えばこの手とかね、パンってついただけでこうポキッと折れたり、くしゃみしたらもうあばらが折れたりになってね、骨折してしまうこともあります。そしてね、こう年齢が高くなるほど発症率が上がります。で、冒頭にもね、言ったように、60歳以上の女性の3人に1人は骨粗鬆症だと言われてるぐらいなんですね。そのくらい骨粗鬆症は身近な病気なんですよね。そしてね、骨粗鬆症になると骨折、いろんなところはね、しやすくなるんですが、その中でも一番骨折しやすいのがこの背骨、ここにね、おばあちゃん出てますけど、ここの背骨の部分、ここが重さに耐えきれずにこうくしゃって圧迫されて骨折しちゃう。それを椎体圧迫骨折っていうんですけど、これが一番多いですね。すぐね、死に至る病気ではないんですが、やっぱりね、健康で痛いですので、これね、ちょっと厚生労働省から出てるグラフになります。介護が必要になった主な原因は何ですかっていうグラフなんですが、これね、1位から5位はね、10% 以上あります。
認知症、脳卒中、衰弱、骨折、そして関節疾患、ね、骨折だけでも、ね、12.1% あります。やっぱりね、健康寿命を伸ばしていただきたいと思います。せっかくなんでね、今日のこれ勉強して予防していただけるとね、こういう風にならなくて済みますのでね、ぜひね学んでいってください。はい、骨粗しょう症ね、痛みなどの自覚症状が、ね、ないことが多くてね、気づきにくい病気なんですよね。ある説によりますと、3人に2人はね、痛みがないなんてことを言われてます。なので定期的にね、骨密度検査を受ける、そして予防するっていうことが大切なんですよね。そしてね、自分でもね、この骨粗鬆症のチェックできます。3つ3項目ね出しております。1つ目がね、身長が2センチ以上縮んだよ、友達とかにね、あんた背縮んだんじゃないのって言われて、ドキッてしてください。もしかしたら骨折してる可能性があります。このね、さっき言った椎体骨折がね、起きてる可能性があります。あとね、背骨や腰が曲がってきたよ、今ねピンって伸ばしてもちょっと遅いです。逆にね、この骨粗鬆症の時に思いっきりね、背骨とか伸ばしちゃうと折れちゃう可能性もあるので、ちょっとね気をつけてください。そしてあと3つ目です。背骨や腰に痛みがあるな、あたた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 、もう声に出して言っちゃってる人はね、ちょっと要注意ですよ。ぜひね、こういう当てはまることがあった場合は、定期検診ね、ぜひ受けてみてください。骨密度検査で、ね、ある程度は分かります。はい、はい、そしてね、これ先ほども女性が多いって言ってたんですけど、骨粗鬆症の患者のうち 80% は女性なんですよね。これなぜかと言いますと、理由があります。女性は閉経を迎えると骨形成を促進するホルモンの分泌が減ります。まあ、これね、女性ホルモンなんですけどね、骨を作る量よりも減る量が上回ってしまって、さっきのね、骨代謝のバランスが崩れてしまう。これどういうことかと言いますと、これさっき出た表です。このね、こっちがね、骨を作る方ですけど、これね、ギュッとちっちゃくなっちゃいますよね。これ作る量が減ってるんですよね。骨が溶ける量が増えて作る量が減っちゃうので、骨がね、弱くなってしまうんですよね。これが骨粗鬆症のメカニズムなんですよね。はい、今日はね、骨粗鬆症のことをやりましたが、次回は骨粗鬆症の予防、こちらね、やりますので、4項目で睡眠、食事、運動、そして腸内環境、これもね、やっぱり今回の腸内環境すごく関係してます、出てきますので、ぜひね、次回楽しみにしておいてください。ではね、今日の健康教室、これで終わります。どうもありがとうございました。